どうもこんにちは、鈴鹿麻耶子です。現在こちら、朝日新聞千葉総局さん、そして京成電鉄株式会社さんが主催で、こちらの千葉鉄子ども絵画コンクール京成編が開催されております。そして、私鈴鹿麻耶子はなんとこちらの審査員を務めさせていただくことになりました。現在私が、朝日新聞さん、千葉マンさん、そして朝日新聞デジタルさんで、連載させていただいている鈴鹿麻耶子が行く千葉鉄、こちらのですね、連載とも少しこう関連づいた、子ども絵画コンクールということでですね、まあ私も大好きな、千葉県の京成電鉄さん、こちらの絵をあの小学生の皆さんに、ぜひ描いてくださいっていうことで、募集しているコンクールでございます。もうすでに応募が始まっておりまして、2021年10月1日から2021年11月15日必着、千葉県を中心に、首都圏に住む小学生の皆さんに、ぜひ絵を描いてくださいねということで募集をしております。車両だけじゃなく駅だったりとか、京成さんのこう風景なんか、そのあたりもね、すべてこうね、内容としてはOK ですので、まあ、皆さんね、あのかっこいい車両、駅、乗り心地だったりとかね、思い出なんかもたくさん書いて、こちらね、応募していただけたら嬉しいです。鈴川綾子賞という大賞もこう設けていただいたり、あとまあ商品なんかもね、すごくこの豪華な京成電鉄さんの賞もありますし、朝日新聞千葉総局さんの、賞もございます。で、すごい運転シミュレーター体験とかもね、いろいろ商品としてすごく魅力的なものたくさん用意されておりますので、京成愛を絵に込めて送っていただけたら嬉しいです。応募の概要に関しましては、こちらのね、動画の説明欄にあります URL、さらにですね、まあ、このポスターなんかも、京成さんの絵だったりとかいろんなところにあるとは思いますのでね、ぜひぜひそのあたりからチェックして見てみてください。ということで、千葉鉄子ども絵画コンクール京成編、よろしくお願いします。